どうも、石川です。はい、これより登録販売者試験対策講座の第5章の8回目始めていきます。こちらの講座では厚生労働省から出されている試験作成のための手引きを使用していきますので、まだダウンロードされてない方は下からダウンロードをお願いいたします。はい、それでは338ページ、一般用医薬品に関する主な安全対策というのを見ていきます。はい、ここではですね、そういった、ね、安全対策が、必要だった、ね、過去の事例で、4つの事例を見ていきたいと思いますので、そういったところで、早速ですね、カッコ A、アンプル入り風邪薬というところを見ていきます。まずはアンプルって何ですかというと、ね、ちょっと汚い絵ですけど、こんな感じで、書いてみました、ね。アンプルってこのような、瓶に入っておりまして、ね、ガラスです。ガラスでできてます。で中に、ね液体を入れておりまして、これね、なんか、機密、密封、密閉状態になっているようなものになるんですけど、これがですね、ここの部分でパキッて、折ることができまして、ねそして、パキッと折って、中からですね、液体を出していくものになります。ねなので、こういったものがですね、昔、今はこう、スクリュー式のね、キャップがついている、栄養ドリンクとかのこう、キャップのついているものがあると思うんですけど、昔はそういったものがなかったので、こういったね、瓶みたいな、瓶になっていて、ね、ガラスでパキッて折って、中のものを出していくっていうものがあったんですけど、ね、こういったものがアンプルって呼んでいきます。で、そのアンプルに入っていた風邪薬で、ちょっと見ていきますね。626行目です。解熱鎮痛成分として、アミノピリン、スルピリン。はい、ここチェックしておいてください。ね、アミノピリン、スルピリン、ね、解熱鎮痛成分です。で、これに関しては、風邪薬のところではやってない成分です。ね、これはですね、まあ、詳しく言うと、ピリン系と呼ばれるものの、一つにはなるんですけど、まあ、これ覚えなくていいですよ。ね、で、これがアミノピリン、スルピリンが解熱鎮痛成分なんだなっていうところを、今回ここで、押さえておいてほしいなと思います。で、何かというと、試験ではここね、アスピリンって聞いてきたりするので、ややこしいのでね、注意しておいていただきたいと思います。はい、そしてそれらが配合されたアンプル入り風邪薬の使用による重篤な副作用、ショックが現れてしまいました。ね、そしてショックが現れて、計38名の死亡例が出たんだよというところですね。なので、このアンプル入り風邪薬を使ったことによって、ね、死亡例が出てしまったと。ね、これですね、とても大事です。別に何人っていうのはどうでもいいので、ね、アンプル入り風邪薬で死亡例が出てしまったんだよ。ここ、とても大事なところなので、必ず確認しておいてください。はい。そしてなんでかというと、理由が次に書いてありますね。629行目。ね、アンプル剤は他の剤型に比べて吸収が早くて、ね、要は液体タイプのものっていうのは吸収がすごく早いです。ねで、早いので、血中濃度が急速に、高まってしまって、副作用が生じやすくということが確認されたことから、このアンプル入り風邪薬の、製品の回収が行われるようになりました。ね、631行目のところですね。製品の回収が行われたんだよ。ここもですね、しっかりと確認しておいていただきたいなと思います。はい。そして、今度は次のところに進んでいきます。339ページ。634行目、その詳細孤島による、間質性肺炎です。ね、詳細孤島、これ覚えてます？風邪薬のところで出てきましたよね。ね、風邪のいつに使うのか、というところですね。中期から後期みたいなところでね、勉強していただいたと思います。ね、で、その詳細孤島による間質性肺炎については、ね、1991年4月以降、使用上の注意に記載されていたが、その後、詳細孤島とインターフェロン製剤、これいろいろなお薬なので、どういったものなのか覚えなくていいんですけど、ね、そういったインターフェロン製剤の併用による間質性肺炎というのが発生したことによって、そのインターフェロン製剤との併用を禁忌するっていう旨がですね、注意の改定がなされました。ただ、それ以降も、ね、慢性患者、ね、慢性肝炎患者に対して、詳細孤島を使用して間質性肺炎が発症し、死亡を含む重篤な転機に至った例もあったことから、ね、厚生省より、関係、製薬企業に対して、緊急安全性情報が出されたよというところですね。はい、なので、詳細孤島による間質性肺炎も、これまた死亡例が出ちゃったんですよ。これ大事なところです。ね。
そして、ここ、緊急安全性情報、ね、別名何でしたっけ、ね、これ、イエローレターですよね、イエローレター。イエローレターが出たんだな、というところですね。これ、一般用医薬品でも、ね、イエローレターっていうのが出たっていうのが、多分あったんじゃないかなと思います。ね、なので、このあたりですね、大事なポイントとなりますので、しっかりと確認しておいてほしいなと思います。はい。では、今度は641行目。括弧C、一般用風邪薬による感染肺炎、ね。ここでは、一般用風邪薬の使用によると疑われる感染肺炎の発生事例が計26で、ね、報告されました。厚生労働省では、ね、一般用風邪薬は一般の消費者自らの選択により購入して、使用するものであること、それから感染肺炎というのは、ね、重篤な副作用です。ただ、その初期症状は一般用風邪薬の効果である風邪の諸症状と区別が難しいので、なので、状態が悪化した場合には、注意が必要ですよと言ってます。なので、感染肺炎と通常の風邪の症状というのがなかなか見分けがつかないので、ここは難しいですよということを言ってますので、ここ注意しておいてほしいなと思います。そして、もう一つ、648行目。ねまあ、それ以前にもですね、一般用風邪薬の使用の注意において、5、6回服用しても症状が良くならない場合は中止して、専門家に相談してくださいねというのが、あると思います。で、ここの、ね5回から6回、ね、ここちょっと注意しておいてほしいなと思います。なぜかというと、ね、過去の試験で、ね5回から6回じゃなくて、2回から3回みたいな感じで聞いてきたことがあったので、これ×です。ね風邪薬5回から6回使うので、だいたい2日ぐらい使ったことになりますよね。2回から3回だと、これ1日ぐらいみたいな感じになりますので、それはちょっと少ないかなみたいなイメージ取っておいていただくといいかと思います。はい。そして、今度は、カッコ D です。塩酸フェニルプロパノールアミン含有医薬品です。塩酸フェニルプロパノールアミン、ね、PA となります。PPA ですね。その PPA は鼻水、鼻づまり等の症状の緩和を目的として、ね、風邪薬などに配合されていたんだなというところですね。ここ、まず PPA 含有医薬品ということで、PPA 製剤というのは、ね、鼻水とか鼻づまりに使ったお薬なんだなというところですね。よいしょ。まずこれしっかりと確認しておいてください。ねよろしいですか。そして、ね、656行目、PPA 含有医薬品については、2000年5月、ね、アメリカでは、ね女性が食欲抑制剤として使ってたんですよ。ねまあ、こういう量なんですけど、でただ、出血性脳卒中の発生リスクとの関連性が高いという報告がなされたので、アメリカでは自主的な販売中止が要請されました。ただ、ね、660行目見てもらいますと、日本では、ね食欲で抑制剤としては承認されていないということで、直ちに販売を中止する必要はないなというところで、心臓病の人とか脳出血の既往歴がある人では使用しないように注意喚起を行っておりました。ただ、その後もですね、次のページに見ていきますと、脳出血等の副作用の症例が複数報告されて、ただそれの原因がですね、多くのね、用法用量の範囲を超えた使用または禁忌とされる高血圧患者の使用によるものであったため、ね、この後ですね、665行目の一番最後、ね、体外成分としてプソイドエフェドリン、PSE 製剤への、速やかな、切り替えにつき、ね指示がなされましたよというところで、こういったところですね、それぞれの流れを簡単に確認しておいてほしいなと思います。はい、そして、最後です。669行目、ね医薬品の適正使用のための啓発活動というところを見ていきます。はい、ここではね、行政庁とかがいろんな啓発活動を行っているんですけど、全部で3つですね、押さえておいていただきたいなと思います。ね、まずは、ホワイトボードにも書きました。薬と健康の習慣は10月17日から23日の1週間です。ね、そして、国際麻薬乱用撲滅デーというのが 6.26 ですね。そして、ダメ絶対というのが6月20日から7月19日。の、1ヶ月間になってます。ね。なので、このね、それぞれの啓発活動をね、全部で3種類ね、それぞれの名称と、それぞれの期間を、まずしっかりと覚えておいてほしいなと思います。
で、特にキーポイントとなるのは、ね、薬と健康の習慣って書いてありますよね。なので、ここも、ね、1週間ですよね。ね、10月17日から23日は1週間ですよね。そうですね。それから、ダメ絶対運動に関しては、これ1ヶ月間行っておりますので、ね。なので、ここの1週間と1ヶ月、ね、ここによくね、逆に効いてきたりしますので、このあたり、しっかりと注意するようにしておいてください。はい、それから最後です。ね、682行目です。要指導薬品または一般用薬品の乱用をきっかけとして、違法な薬物の乱用につながることもあり、その場合、乱用者自身の健康を害するだけでなく、社会的な弊害を生じる恐れが大きいですよ、と言ってます。なので、ご自身の体だけじゃなくて、ね、社会的な弊害、ね、周りの人たちにも、ね、いろんな、ね、迷惑、ま、あの弊害を生じちゃいますよって言ってますので、このあたり、ね、しっかりと確認するようにしておいていただきたいと思います。はい。で、ここまでが第5章の、全ての範囲が終了となりました。ただ、この後のページですね、341ページのところからですね、ここもですね、別表となっていると思います。ここもですね、試験範囲なんですね。なので、ここに関しては第3章につながっている内容となりますので、第3章ね、しっかりと勉強していただくと、ここはですね、ある程度分かってくるんじゃないかなと思います。そして、この第5章のですね、一応試験範囲となっているのは、ね、357ページですね。までが試験範囲となっておりますので、このあたりもですね、一度、目を通していただきたいなと思います。特にね、5章別表の、341ページのところからはね、ここね、試験とかでもね、必ず狙われてくる、第5章の内容の、ポイントとなりますので、しっかりとですね、このあたり、ね、対策をしておいていただきたいなと思います。はい、ここまで、動画いいなと思っていただいた方はですね、ぜひ LINE アットなどに登録していただきますと、いろんな質問受け付けていきたいと思いますので、ぜひ、ご登録いただきたいと思います。はい、それでは本日も動画を聞いていただきましてありがとうございました。